皆さんこんばんは。12月7日、ネクストファームがお届けしています早わかり農業ニュース、日本農業新聞さんの記事の抜粋からお伝えします。最初は上ですね、小物分離9割が導入、第三者販売も進む中央卸売市場。卸売市場法の改正後に中央卸売市場で解禁となった取引のルールが浸透し、商品を市場内に持ち込まずに出荷者から実需者に直送する小物分離を市場開設者の9割近くが導入したことが農水省の調査で分かったそうです。続きまして真ん中ですね、一般品種段階的に下げ、標準単価 6.5 万円、6万5000円、24年産から飼料米、助成。政府与党は6日、水田活用の直接支払い交付金の飼料用米への助成について、一般品種の、助成水準を段階的に下げる方向で最終調整に入りました。現状、標準単価は10アール当たり8万円ということです。続きまして最後ですね、サッカー、日本クロチア接戦に胸熱く、日韓大会合宿地の新潟、十日町市、どっちも応援。新潟の十日町市と津南町に拠点を置く地域リーグ、一部の FC 越後、つまりは16人の選手が7年前から棚田で米作りや芸術祭を運営する日本初の反応反サッカー女子チームだそうです。埼玉出身でミッドフィルダーの高橋さんはこの日、市内の飲食店で元井監督や地域の人たちとテレビ観戦したそうです。練習や試合で使わせてもらっているグラウンドもクロアチアの合宿場として整備された場所ですと感謝を込めて語るのは高橋さん。元井監督も届きそうで届かない世界の壁を実感させられたと振り返ります。共に観戦した人の中には両国代表のユニフォームを重ね着した姿もあり、勝負がついても切れることがない双方の関係を感じたと言います。欲を言えば決勝戦で対戦してほしかった、そう語ったのは市営施設のパブリックビューイングの会場で観戦した千原さん。呉服店を経営する千原さんは02年、地元青年会議所の理事長としてクロアチアチームの受け入れに奔走したそうで、その時 U17 のメンバーとして来日していたのが現職のルカ・モドリッチ選手だったそうです。この日、日本が強豪国と互角に戦う時代が来るとはと感激していたそうです。はい、それではここでネクストファームからのお知らせです。ネクストファームではスマート農業ハウス賃貸募集ということで、このスマート農業ができるハウスを借りてくれる方を募集しています。ハウスの規模なんですが、1棟あたり幅9メーター、長さ54メーター、高さ5メーターとなっていて、総面積約495平方メートル、150坪のハウスとなっています。特徴としては耐雪体感仕様で ICT システム導入、自動設備制御を行えるということと、換水制御システムによって自動換水が行えるというところが特徴になっています。外側の設備の例としては、こちらの絵にあります通り、換気扇や転送、外部上下側走というのが自動で開閉するのに加えまして、内側については遮光カーテンですとか保温カーテンがついていて自動で開閉を行います。今後ろで、閉じようとしているのは遮光カーテンですね。夏の暑い日にはこういったものが閉じて、暑さを防ぐということができるという仕組みになっています。このハウスなんですけれども、今なら格安ということで、なんと1棟あたりですね、月額5万円でお貸しします。土地代、建物、システム保守料、電気代、水道代、全部込みになっています。入っていないものとしては暖房燃料ですね、灯油代のみ実費精算となりますので、灯油代を使わなければ、この5万円だけでできるというところになっています。ぜひ、お声掛けのほどよろしくお願いします。またこのハウスの活用方法なんですが、新規事業の負担軽減ということで、新規収納の際に設備費用をかけずにですね、まずは賃貸で農業をやってみるということだったり、異業種の参入だったり、そういったところで活用できるものとなっています。他にも農業以外としまして、全天候型のアウトレジャー施設として内部に遊具を設置しての運営でしたり、室内ドッグラン設備のようなものを入れてですね、ペットと過ごす新しいレジャー空間の提供ですとか、または雨風をしのぐ資材置き場といったものですとか、そういったものにも使えます。
いろんな使い方ができますので、ぜひ、これを機会に借りてみてはいかがでしょうか。問い合わせ先等は、こちらの下に書いてあります。メールか電話にお願いします。それではここまでご覧いただきましてありがとうございました。チャンネル登録の方もぜひよろしくお願いします。